スノーマン安倍良平が築いた独自のポジション30歳の誕生日を機に振り返る。11月27日、スノーマン安倍良平が30歳を迎える。安倍といえばグループの中でも頭脳派としてクイズ番組や情報番組、選挙特番などで活躍を見せているメンバーだ。11月23日も、ライブニュースイット。富士テレビ系に出演し、 次世代エネルギーの SDGs をテーマに都内のリサイクル工場を取材していた。そこで本校では独自のポジションを築き、唯一無二の活躍を見せている阿部の活躍を振り返ってみたい。SnowMan としてのレギュラー番組以外を振り返ると、阿部の出演番組はやはり時事問題や社会問題などに関するものが多い。例えば、3月15日放送の「思考ガチャ」。n h k イテレ。同放送会は、 動画を早回ししたくなる理由について考える内容であった。資源循環工学、宇宙物理学、映像学の研究者たちがそれぞれの専門分野から理由を分析していたのだが、安倍は説明の内容をより噛み砕いてコメントしたり、早回しをするのは機械に人間がどんどん振り回されているのでは、などテーマに沿った自分の考えを述べたり、鋭い質問を研究者に投げかけたり、安倍ならではの視点をしっかり持ってトークに参加していた。さらに、 MC として番組の進行もしっかり全うしていた。グループ内でも MC を担当することが増えてきているという経験を踏まえ、ここでも自分の強みを提示していた。